イリストラシオン・イリストラシオンは、1843年3月4日から1944年8月19日まで、フランスのパリで発行されていた週刊の差し入り新聞である。フランスで最初の差し入り週刊新聞である。1843年当時の一般的な新聞が4ページであったのに、対し、イリストラシオンのページ数は16ページ。 図版が多く掲載されていたことから、1万数千部を発行。19世紀末から発行部数は増加し、最盛期の1920年代には20万部を超えていた。なお、最大発行部数は、1929年のフェルディナン・フォッシュ原水指揮を報じた65万部である。フランスのみならず、 世界中に配布されており1931年時点では148カ国で予約購読されていた。初期の年間購読量は30フランで、バラ売りは一部7 5ンチームであった。この価格帯は明らかに大衆紙ではなく、購読層はブルジョワ層であったが、恩憲な意見、中央の重視、共和主義的価値観を持った知識人や支配階級の一部であった。 1891年にはフランスの新聞として初めて写真を掲載。20世紀には前述のように発行部数の増加とともに大衆化し、紙面の性格も変わっていった。日本の記事も多数掲載されており、幕末期から明治、大正、昭和の世相や事件、文化を知る資料となっている。ありがとうございます。